山形市の山形学院校調理科の3年生が作成したジャムを使い、天童市の天童ホテルが運営するカフェが商品を開発しました。その商品がこちら。天使のプリン、リンゴ&紅花とパンプディングです。ジャムは生徒たちが1年生の時に商品化し販売しているリンゴ&紅花ジャムで、地元の紅花栽培組合が栽培した紅花と SDGs の一環で天童市の規格外のリンゴを使用しています。天使のプリン、リンゴ&紅花はプリンと生クリームの間にジャムをサンド。ジャムは無償提供し、山形学院校卒業生の同店シェフが生徒と共に商品開発しました。この日は、リンゴや紅花の生産者など、商品開発に関わった関係者が参加し、試食をしました。美味しいね。ジャムの味がさっぱりしておりますので、とても美味しいです。この紅花もやはり食の文化として、もう今は変わっていっていただきながら、これからもだんだんと伝えていただけたら嬉しいなと思います。酸味とめっちゃマッチしてて美味しい。みんな美味しいって言ってくれて嬉しいです。2つの商品は12月22日までの期間限定での販売だということです。